どうも、たぶやんでーす。ドラクエ4、続きやっていきたいと思います。全武器防具、全モンスターコンプリートを目指してやり込みプレイやっております。前回までのドラクエ4、こちら、第2章、盗賊の鍵ゲットしました。後でね、今回の目的、鍵開け旅と、あと南のバザー向かいたいと思います。前回の、洞窟まで来ております。南にバザーがやってるということで、現在スライムのあたりね、さらに南、ちょっと地図がね、なんか変かもしれませんけどね、お手製の地図参考にしていきたいと思います。行くぞ。川があって、山があって、あ、ちなみに装備こんな感じです。鎖鎌、鉄の槍、前回買いましたね。ブライ武器持っておりません。で、敵の討伐状況、1枚目ね、サンドマスターだけなんだよね。どっか見落としてるかもしれません。それからラリフォービートル、鬼小僧、トサカヘビ、吸血コウモリ倒しております。コドラ警報が出ております。どうなんでしょうか。武器こんな感じですね。はい、鉄の槍、まだ毒針とかはまだ売ってませんね。行きましょうか。まあ、攻撃力順に並べてる感じで書いております。あ、結構広いな。あ、砂漠があるけど、ちょっと東覗いてみる。あ、なんか祠発見。トサカヘビは倒したことありますね。ぐらい、ルーラ前回覚えました。魔法カンタと、魔法カンタ使うときあるかな。ルカナンされる、これトサカヘビやばいよね。守備力ゼロにされちゃう。めちゃくちゃルカナンするな。こっちも戦うしかない。あ、ブライ防御した方が良かったか、大丈夫か。クリフトもね、うわ、これ15ポイントもダメージ受ける。強烈、死んじゃう。どうする。防御してホイミして救うしかないね。うわ、どうしよう。ルーラする。これルーラした方がいいかもな。いや、シャドウで攻撃。いやー、プライも死んじゃうよ。いや、よくも頑張った。一旦耐えた。どうしようかな。あ、クリフト防御しといた方がいいよね。あ、プライも防御しといた方がいいかもしれないけど、いけ。次プライ食らったら死ぬ。いやー、クリフトよかった。毒に侵される。え、毒も持ってんのこいつ、やべえな。よし、ギリギリ。トサカヘビ4匹、つえー、レベルアップです。アリーナ、お、力6ポイント、成長期きたか。これはでかい、力6ポイントは。武器買うぐらいで、クリフト、ギアリー、よし、祠発見。なんだ、ここはエンドールに通じる旅の祠。しかし姫様を通すなとの王様のご命令。あ、そうなんだ、サントハイムの。あ、ちょっと待って、あ、やめてくれ。ライフォービートル、テベロ知ってるやつメンバーだね。王様の許可がいるのか、ここ通るには。こっからエンドールに行けるってことだね。ここ一歩なんか、ほら、どう、これ裏側から行けるとか。あ、ダメ。ちょっと待って、左側から行けるんじゃない。あ、ダメか、裏口ないもんな。ダメですね。ちょっと東に覗いてみようか。あ、夜になりそう。暴れ牛鳥。いや、でもアリーナたちも強くなってるからね。
そこそこ長く戦えますよ。こっから南でにエンドールに行くんだろうね。ああ何もないですね。まあワールドマップ上もあの夜のモンスター撃破しとかないとダメだからね。オッケー、ホイミした方がいいな。クリスト回復。さあ夜になったぞ。違う敵出てくるか。ラリフォーベイトル、いつものやつだな。ポイント20でも倒せないんだ。ラリフォーベイトル、クリフトできるでしょ。よし、そんなに多くないよね。さあ西、なんかちょっとチラッと砂漠が見えたもんね。ここね、ここバザーあるんじゃない。あ、バザーっぽいとこ来たよ。暴れ牛鳥め。ちょっとクリフトとブライもレベル10が近いだろう。オッケー、レベルアップです。まだみんな頑張れとか扱えないんだもんね。手動でクリフト、あ、賢さもっと上がってほしいな。クリフトよ。さあ夜に入っていいのかな。これ来ました、砂漠のバザー。いきなり夜ですけど、せっかくなんで夜探索先にしちゃいましょうか。あ、アリーナ様、探しましたぞ。すぐにお城にお戻りください。王様が大変なのです。え、なんか押されてる。この人押せるんだ。どうしたんだろう。サントハイムに戻った方がいいのか。こんなに星の綺麗な夜はふるさとのことを思い出すわね。どこなんだろうふるさと。この人の今日はおしまいだよ。バザー1000ゴールドあるけどな。砂漠のバザー、王様のとこ行く前にちょっと買い物したいよね。あ、壺があるぞ。この辺なんか落ちてそうだよね。壺探せ、力の種ゲットです。早速食べちゃいましょう。2ポイント、馬の糞ゲットです。何に使うんでしょうか。ドラクエ10とかだったらね、調合とかにね。調合、あの壺に入れてね、合成か。馬の糞落ちてないね。はい、じゃあ昼に変えましょうか。夜に到着すればね、宿屋に泊まれば朝になるから一石二鳥だぜ。さあバザー本番行こうか。武器の店、おー、モーニングスター売ってるじゃないか。毒ガのナイフも売ってるじゃないか。あ、ブライが装備ね。あと、モーニングスターも欲しいね。ちょっと、下見しようか。丈夫で長持ち防具専門店。青銅の鎧か。まだ持ってないね。これはアリーナ装備。あ、クリフトか。なるほどね。防具を買うか、武器を買うか。噂ではここからずっと東にエンドールへの祠があるそうです。いや、そっちから来たよ。壺はいらんかねって、壺壺売ってるの。こっち昼間誰かいるかな。
あ、誰もいない。なんか小さなメダル落ちてそうだけど、まだないかはずだからね。道具屋、ああまあ普通のアイテムですね。いろいろ買いすぎちゃって、ああすぐにお戻りくださいの人、24時間体制で私を待ってるね。美味しい料理はいかが。エンドールでは武術大会、それを目指してるんだよね。あ、邪魔この人。はい、じゃあモーニングスター買いたいな。鉄の槍を打ってモーニングスター買いますか。買っちゃおう、クリフトの武器。足りないからクリフトの鉄の槍売りまーす。はい、いくら攻撃力上がったかちょっと見たかったけどね。まあまあ、モーニングスター、これなんか総量用の武器なんだよね。はい、はいよ。クリフトモーニングスター49。アリーナに肉薄ですね。チェックしときましょうね。武器、あ、モーニングスター、あ、これね、文字数足りないから朝スターって書いております。モーニングスターチェックつけておきましょう。やったね。欲しいのが毒牙のナイフだね。欲しいね、毒牙のナイフ。あと防具も欲しいですね。とりあえず戻ってみようか、サントハイムにね。その前に盗賊の鍵使える場所ないか、テンペ行ってみましょうか。テンペ鍵開け旅、いなくなった。本当にありがとうございますか。他に、うん、情報は変わってなさそうだね。っていうかここはないか。盗賊の鍵使うとこはないか。ないよね。こんにちは。ないですね。え、フレノールってあったかな。あ、砂漠のバスをちゃんと行けるようになってるね。フレノールもちらっと見とこうか。あ、ごめんなさい。盗賊の鍵使うとこ、ないよね。うん、ないね。あ、黄金の腕輪の人話したらどうなるんだろうね。なんと黄金の腕輪を人さらいに渡してしまったのか。悪いことが起きなければよいが、うわー、これ後々ちょっとね、良くないことが起きるのかもしれません。さあ、サントハイムで、まずはサランの町行こうか。でブライちょっとルーラー連発すると疲れるから休みましょうか。さあ、鍵使うのワクワクしますね。こっちはどうだ、何もなし。こっちは特にないから、真ん中、ここ登っても何もないかな。
ないよね。あの縦札が気になるんだよね。もしかしたら魔法の鍵持ってないとダメかもね。なんか そんな記憶がある。扉がなんか2種類あったような気がする。あー、ここ魔法の鍵か。これ鍵が合わないね。了解。ということで盗賊の鍵自体はないか。ないね。じゃあサントハイム行こう。これ開けてくれるのかな。ややよくぞ戻られました。王様がお呼びですっていう感じか。その前に盗賊の鍵使えるとこあったような気がするぞ。あ、ここあのおじいさんのどこだ。あ、ここは魔法の鍵なんだ。ご機嫌麗しゅって言ってる。魔法の鍵、うん、ここは普通の扉。あ、この奥普通に行けたのか。あれ、ここ来たことあるね。え、あの裏側どうやって行くんだろう。とりあえず王様に会う前に飛び降りようか。自分の部屋から。大変です。実は王様のお声が出なくなってしまったのです。え、声。おお、なんとしたことじゃ。お声が出なくなるとは。他の者には知れぬようにしたが、このままでは。おう、そうじゃ。裏庭の部屋に住むゴンジーなら何かわかるかも。ああ、お父上、私がお助けいたしますぞ。もう内密に。いや、隠蔽体質よくないよ。国民に話した方がいいよ、正直にね。最近王様からお声をかけていただけません。何かあったんでしょうか。ほら、あ、これでも王様の部屋入れるね。やったぜ。なんかあるんじゃない、ここ。さすがに。いや、これは絶対あるでしょう。ない、ないね。これ本棚は調べても意味ないんだよね。めちゃくちゃ気になるじゃん、これ。力の種ぐらい落ちてるでしょうよ。うわー、盗賊の花欲しいな。ないね。しょうがない。あ、壁まだ修理してないね。にゃーん。ここで一人で住んでる。なんと王様のお声が出なくなったのでございますか。そういえば詩人のマローニも昔喉を痛めたとか。しかし今はこの国一番の美しい声、何か知っているかもしれませんぞ。あ、詩人のマローニ、隣のあれだったよね、キメラの翼ゲット。マローニのとこ行く。昼間で良かったっけ。この上で歌ってる人だよね、多分。父上をなんとか助けないとね。声が出ないなんて、もうゲーム実況者にしたらもう命奪われるようなもんですからね。気持ちはわかります。そうです、マローニは私です。なぜこのように美しい声をしているのかですって。それはさえずりの蜜というエルフの薬を飲んだためでしょう。昔旅をしている砂漠のバザーで見つけたのでございます。ラララララ。そうなんだ、砂漠のバザーで売ってた。早速行ってみよう。どこに売ってる？あの壺売りの人怪しいな。
の人。さあさあ、え、見たらなんか夜中にちょっと盗んだのが悪かったのかな。違うね。え、誰だ。あ、この人かな。え、この人って時間経つと移動する感じ。あ、この人一人で4つの店やってる感じの人か。あ、ほら、あ、一緒だね。え、どういうこと。この人は武器の店、こっちから行っても武器の店。あ、一緒だね。なんかそういうスタイルの店あったよね、ドラクエシリーズで。違うのか。アリーナ様。どの人だろう。この人かな。さえずりの蜜売ってないね。え、どういうこと。美味しい料理、武術大会。売ってないんですけど、さえずりの蜜。泊まったらなんかイベントが起きるとか。全然覚えてないな。さえずりの蜜、夜かな。何なんだろう。王様の許可出てエンドールに行けるようになるとかなったとかね。そうかもしれないね、もしかしたら。でもバザーに売ってるって言ってるのにね。とりあえず夜までちょっとここにいましょうかね。あ、ちょっと待ってね。おっと、サンドマスター来た。いや嬉しい、サンドマスター待ってたよ。マヌーサ宿。サンドマスター、これで1枚目のモンスターリストコンプリートだ。嬉しいな。覚悟しろサンドマスター。やったぜ、もう倒したということで1枚目クリアです。もう7分の1終わったのか。ドラクエ4、寂しくなってきたね。さあ、さっきやりたかったのはここの端っこ。なんか上まで行けるとか、そんなことはないね。オッケー、夜まで探索しよう。あと西行ってないからね、こっから。サンドマスター、コドラ、はじめまして。わ、一匹ずつか、めんどくせえな。ブライ大丈夫か。コドラ撃破だね。よし、いいですよ。防御。あ、経験値まあまあ多いね、72。ホイミ。夜まで粘れるか。これなんか知ってる道なのかな。上、あれか、サントハイムのとこかな。あ、これでやっと私のマップの感じが分かったぞ。レベルアップです。
賢さ5ポイントいいね。きたー、最大 MP9 ポイント。ブライはもう体力よりもねそっちだからね。コドラ4体、あ、マヌーサした方が良かったかな。夜まで生き延びれるのか。敵強いな。敵強い。これ防具買いたいね、砂漠のバザーで。どうしようか、ホイミするか。あとブライがもう複数の敵を攻撃する魔法を早く覚えてほしい。それで戦力がかなりアップするんだけどね。クリフトの攻撃力は上がってますよ、モーニングスターでね。アリーナとはほとんど変わらず。よし、経験値100。さあもうちょっと周辺を探索。はい、こんな感じで狭い、南北には狭いね、大陸になってるよね。ということでバトルしながらですけど、このワールドマップちょっとここに、この三、この間のとこに山脈があって書き込みながら失礼いたします。夜を目指しております。西まで行って多分これ行き止まりだと思うんだよね。うわー、めちゃくちゃ出てきた。倒せるかこれ。6体マヌーサ、シャドウか。いや死ぬかもなこれ。でここのねフレノールまで行って折り返して、でここ、ここはなんか多分つながってるんでしょうね。おお、生き残ったぞ。ホイミだな、ホイミヒャド。で、今この辺だと思うんだけど、ここがバザーね。ヒャド、こんな感じになっております。後で拡大したいと思います。カメラ消しとこう。サンドマスターに集中しよう。クリフト MP ありません。もう限界ですね。ブライは MP 増えたね。長く戦える。でもこういうなんか複数の敵倒す魔法がね欲しいよね。クリフトもうガソリン切れです。これリレー、まあちょっと夜まで持たないってことだよねルーラするか一旦退却。防具買いましょう。防具、今さえずりの蜜探しております。王様がちょっと一回宿屋泊まりましょう。はい、そしてちょっと地図ね今書き足したのが、ここに山脈を書いて、で、フレの、こう、ぐるーっと回って、砂漠のバザーまで来たと。で、ちょっと西の端まで何かないかちょっと探索したいですね。はい。さえずりの蜜を探しております。砂漠のバザーにあるって聞いたのにね。武器、あ、毒牙のナイフ買っちゃう。あんまり使わないと思うんだけどな。それよりも先に、防具かな。青銅の鎧、700ゴールド。あー、アリーナ装備できないんだ。クリフトが鎖カタビラ買っちゃいますか。クリフトどんどん強くなっていく。青銅の鎧、オッケー。鎖カタビラはまあブライ装備できないだろうから売っちゃいましょう。
にあるんだろうね。さえずりの蜜。ここはでも神父様いないんだね、砂漠のバザーにはね。はい、ということで今回はここで区切りたいと思います。次回さえずりの蜜探したいと思います。この辺に誰かいないかな。いないね。それではまた、さよなら。